はい、どうもタンタンでございます。今日はアンタールですね、入荷してまいりました。アンタールのこの間、先月の末かに行われました東京ハンドクラフトギターフェス2024の会場で、展示されておりました。こちらの個体タンタンの方で仕入れてまいりましたのでご紹介したいと思います。こちら珍しくですね、久々に入りましたがテナーサイズですね。はい、テナーサイズのハワイアンコアモデル、非常に豪華なね装飾が施されたハワイアンコアモデルテナーで、木目もね非常に綺麗なこんな感じのサイドモデルですね。でバックがこんな感じ、非常に綺麗な木目一本で、バックはねバインディングはないんですけれども、ちょっと見えますかね、アウトライン、これ青木さんがねよく入れてますけれども、こういった感じでセルがぐるっと一周ここまでですね入っております。でトップサイドバックもこちらハワイアンコアなんですけど、今回のこの個体はねネックもコアなんですよね。少しカーリーも出てて綺麗なコアを使っております。でそれもあってか、ね、音のこう抜けっていうのかな、それが素晴らしいですね。テナーサイズなんですけれども、やっぱ青木さんらしくすごく楽器自体が軽くできてますね。こう全くこう重さを感じないぐらいな雰囲気で、ペグもねこの多分あえてだと思います。このオープンバックのこのタイプですね。これはグローバーのペグなんですけれども、やっぱりこのタイプの方が、まあ、UPT とかだとどうしてもケースの分とかもあるのでちょっとヘッドが重くなったりするんですけれども、こういうタイプですと非常に軽くできるので、楽器全体がねかなり軽くて箱振動が非常にしやすく、そんな感じでできてるんじゃないかなと思います。パッと弾いてもね本当にボリュームももちろんありますし、軽やかな音で抜けてくれるので、まあ、テナーなんですけども重厚感のあるサウンドっていうよりは完全にこう抜け重視で、ボリュームはあるけれども抜けを大事にしている、そんな印象かなと思います。はい、まあ、装飾もね青木さん非常に綺麗ですし、こういった材料もね こだわった材料を使っております。まあ、普段からそうなんですけども、これなんかはまあショーのね展示モデルでもあるので、なおさらちょっと力の入ったモデルなんじゃないかなと思います。はい、ということでこちらアンタールからですね、一つごめんなさい言い忘れてました、ヘッドのインレイですね。これねイルカドルフィンですよね。このインレイが可愛らしいインレイがヘッドに入っております。コンサートとかだとねたまにあの猫のねインレイ入れたりしますけども、このテナーはこのイルカのインレイが入った一本でございます。はい、ということでこちらアンタール、東京ハンドクラフトギターフェス2024で展示されていた、はい、アンタールのテナーサイズですね、オールハワイアンコアボディ、さらにハワイアンコアネックを使った豪華な一本でございます。ぜひお問い合わせお待ちしております。それではタンタンでした。